打を含む2安打4打点の大活躍をされました廣瀬選手です。安定なピッチングを見させていただきました森田投手です。若林選手は2本のヒットを放ちました。先制三塁打など3安打を放ち、見事勝利に貢献されました慶応の渡辺選手です。